はい、じゃあ文献紹介ということでヒエラルカルリカレントアテンションネットワークフォーレスポンスジェネレーションということで鈴木が発表いたします。今回の論文の情報です。これは AAAI の2018年に発表についてです。既存の階層モデル、ヒエラルカルリカレントエンコーダーデコーダーモデルとかっていうんですけども、こちらは基本的に、まず最初に単語レベルで、ベクトルを持ってって文脈レベルで持ってってそこから発話を生成するみたいな既存の階層モデルがあるんですけども、こちらでは、重要なアテンションがないので重要な情報を失う可能性があるということで、この研究ではヒエラルカルリカレントアテンションネットワーク、略して一覧を提案しました。でこちらがパープレキシティによる自動評価 と、普通に人的な評価で、既存手法よりも優れているということを示しました。はい、イントロダクションです。雑談対話システムにおいて、エンコーダーデコーダーモデルになってしまうので、マルチターンでの応答には不向きになっています。まあそこで、先ほどもちょっとお話したんですが、ヒエラルカリカレントエンコーダーデコーダー、略して HLET と、それをちょっとこう改良した VHLET というものが、提案されていて、こちらは、階層構造によって文脈を考慮できるように、改善されたものになります。ただこちらは先ほども言ったようにそのアテンションがないために文脈中の重要な部分を考慮していない可能性があります。そこで今回は階層的にアテンションを導入して重要部分を抽出させようということになります。こちらが例文なんですけども、ここまでがその文脈それまでの会話の例で、なんかどうしてこう彼氏ができないんだろうみたいに話してて、その心情だったら、そういうふうに、この次の U4 の対する返しとしては、見た目は身長の高さは気にしてないみたいなことを言ってる方が、文脈的にはいいんですが、なんか既存だとなんか突然なぜかあなたは男ですか女ですかってなぜか聞いてしまっていると、これがその文脈の重要部分を見てないことによる弊害というふうに言っています。で、提案モデルです。ちょっと見づらいかもしれないですけどざっくり図形で言ってます。まず、基本的にはその三層構造で、ここが単語のベクトルを得る単語、文章レベルのベクトルを見るところ、発話レベル、文脈レベルのベクトルを取得する、そしてここで発話を生成するに、ここで単語レベルのアテンションを、文章レベルでの重要な部分に着目をして、次に文脈レベルで大事な部分を見つけていくっていうのをまとっていうことをやっていってあげて、最終的に発話を生成していくという流れになります。ちなみにこの単語レベルのところでは双方向の GRE を使っていて、こちらは多分単方向の GRE を使っています。で特にデコーダーに関しては既存と特に、既存表と特に変わりはないものを使っています。はい、でデータセットです。データセットは、今回ヒシャラが作ったもので、SNS、この、論文の著者は中国の方なんですけども、からトレーニングデータ100万とバリデーションデータ1万とテストデータ1000を、ランダムに抽出して、学習しているということになります。はい、で、ベースラインのざっくりとした説明として、まず S2SA で、SEC to SEC にアテンションを追加した、比較的メジャーな、ベースラインのモデルです。でもう1個が HLET でヒエラルカリカレントエンコーダーデコーダーです。でもう1つが VHLET ということで、HLET に、変分オートエンコーダーを組み合わせたって書いてあるんですけど、厳密に言うと変分オートエンコーダーの潜在変数を使って、発話の応答に発話応答に多様性を持たせたというモデルになります。はい、で、自動評価は、パープレキシティということで、こちらの
、まあ、一番提案手法の H ランガイチェもパープリキシティが低くなっているので精度がいいというふうにフィッシャラは述べています。で次にこちらが人的評価の結果ですね。まあ、人的評価は、まあ、H ラン提案手法とベースラインのいずれか一つをの発案、まあ、生成した応答をこう比較させてどっちがいいかっていうものを3人のアノテータに判断してもらってます。でこのアノテータ間の、まあ、一度というものをフレッシュカッパで算出しているそうです。まあ、その結果としては、まあ、こんな感じで、まあ、結構対な同率っていうどっちもどっちみたいなのが結構多くはなってしまってるんですが、まあ、相対的にはどちらかというと H ランの方が提案手法の方が良いというふうに判断されることが多い